はい、こんにちはくんです。ということで今回は50人クラフトはんなり選手権やっていこうと思います。ルールを説明します。50人クラフトですね、放送禁止用語や差別用語を一切使わずに最大限誰かをディスった人が優勝選手権。厳しくなる世情、配信プラットフォーム事情を組んで厳しい基準の中で最大限人をディスる言い回しなどを検証する。京都人もドン引きの皮肉などを、言っていってもらいます。本当にね、こんな企画を考えてるたわけくんって本当にすごいですよ。50人クラフトにすごい時間を割いてる。自分のプライベートとかももうなくなってるぐらい割いてくれてるよね。いっぱい企画考えてるから本当にたわけくん。他にも言ってやろうか。お手本見せてやらんとな。誰にしようか。なんかヤチさん飛んではりますね。ヤチさん、いやね、こんな人が成功するんですわ。ヤチさんみたいな人が、わかります？皆さん、もうバカにしてる人もいるかもしれませんけど、成功の定義を自分で決めれるんですよ、ヤシさんは。わかります？これ、ヤシさんは自分で決めれはりますから、いつもヤシさんは成功してる。ほんますごい方ですわ。多分聞いてないと思うけど、僕言って。コウタン、コウタンはね、なんかいっぱいチャットしてもらってほんと助かる。ありがとね、コウタン。ほんとに毎回チャットしてくれてほんとに助かってるわ。ありがとね。うるさいって言ってます。ホクホクして喜んでるよ。下沢さんもこれ泣いてるけど、これ本当にね、勇気ある方やで。こう自分の強みとかをあえて捨てて、その身一つで、こう前に出てくる。これなかなかできることやありまへんねん、これ。自分の特技やった絵をわざわざ捨てて、こう身一つで勝負してるんやから。これはもう、真似できまへんわ。皮肉が日本語に存在しないと思った。こんな感じですね。こんな感じでやってくれたら、すごい助かります。もうやめてくれ。受け手に読解力がないと、これダメージないんですよ。全く。受け手に妙な読解力がなかったり、コーターみたいな感じだったら、意味ないです。かすりもしないです。あ、ただしゃかさんもおった。ただしゃかさんもね、俺一番に思いついた。ただしゃかはね、やっぱね、視野が広いんですよ。フェミニズムのこととかいつも言ってるやん。視野広いで、ほんま。なんか、男目線でも女目線でも、なんか視野が広くて、ほんと素晴らしいと思う。やっぱ人生経験が違うとこうなるんかってのが思いますわ。ね、感心しますわ。ほんまにそうですわね。ヘルスカどう？日本語わかった？これ。これ、美しい日本だよ。美しい日本語分かった？大丈夫？勉強できてる？分かった。よし。じゃあ、陰キャ転生から行こう。こんな感じでお願いね。はい。どうぞ。コノさん、YouTube 頑張ってて偉いね。まずい。おい、退出した。コノさんのチャンネルはこうなってますね。俺、ブロックされても知らないぞ、陰キャ転生。はい、クモさん、どうぞ。ナッシュは素晴らしい価値観を持っていらっしゃいます。どっちかっていうと、素晴らしい価値観を持ってる独特な世界観って感じかな、俺は。ナッシーは。本当に独特だと思うよ、ナッシーの世界観は。独特な感性には驚かされました、本当に。独特の感性から出された物事の本質を見極めようとする、鋭い感性には、驚かされました。自分の意見を決して曲げない意志の強さがある反面。もう先生、なんなの、これ。ドン引きしてんだろ、これ。あれも皮肉だよな、マチャカリの通知表もあれ。あれ皮肉だよね。はいや、10秒かかってない。自分の意思を決して曲げない意思の強さがある反面、意固地になってしまう場面を見られて一学期ですが、でした。これね、融通が効かない頭カチカチのバカって言ってます。しかし、多角的な思考ができるため、唯一正解がない問題にも果敢に取り組み、A と B で意見が対立した際に、その折衷案 C を出そうとの姿勢にも感心させられました。A か B かって言ったのに C とか言い出す、なんか問題の本質も読めてないアホって言ってます、これ。これぞ、反対の極地。はい、じゃあ、ザグーお願いします。くんさん、いつも素早い DM のお返信ありがとうございます。あ、気をつけます。カイキングさん。ノルノルさん、人一倍濃い人生を歩んできたように、サバイバルで飯を奪われたとき、年の割に元気にはしゃぎ張りますね。210年生きても元気で尊敬しますわ。やばやばすぎ、こいつ。えぐ今日なんか頭回ってるね。なんか、どうした？死んだな。タコワサ14。カクフンさん、北朝鮮ネタ面白いですよね。自分も小学生の時よくそれで笑ってましたよって。最高だな。最高14。いい感じ。模範事例出たな。なーちゃん。はい。くもくんはいつまでも私のこと好きなの？ありがとうね。触れないのこうか。
ベノム、ノジャジャ、自ら熟考した上で高校をお辞めになり、ご自身に合う生き方を模索する日々、実についてPCと右合ってなされる、人口比率で言えばエーペックスマスターと同様の学歴をもらめている人、リアルマスター様。ひどすぎる。様々な精神状態でありながら、ヤチさん、ご自身を見失わず、ディスコードなく Twitter、YouTube 上で、参加者に対する真摯申し訳ないと謝罪する気持ちは、素晴らしいと思います。すごいな、ベノム。すごいな。すごいね。二人も考えつくなんて、さすが博士課程、長い学生生活はこの企画にも生きてますね。帰ってきた、ブーメラン。帰ってきたね。アンサー。すごい、パンチライン、ラップバトルじゃん、もう。すごい、これが日本語だよ、DD。暇人さん、大学もマイクロマイペースな感じでいいよね。あ、いいね。DD、DD、頑張った、頑張った。合ってる、合ってる。うまい、うまい、うまい。合ってる、合ってる。マイペースだね。999。暇人さん、あなたの走り、そしてバトンの私は選抜リレーのように選ばれたものの技術です。ここは運動会の会場。周りの皆さんはバトンを持っている走者を応援しています。並んでない本人。ナッシーさん、暇人さんへ、な、暇人さん、やば、ちょっと待って、ちょっと待って、暇人ナッシュ来とる。オフ会の件どう思われました？つい先日お誘いを受けてテンション上がってたのに、それを踏みにじってナッシーの DM を無視して放置されてるようで、ちゃんと裏でも放置キャラクターを一貫してすごいですね。ディスコードの DM でメッセージ送ってるので返信お待ちしております。もうナッシー死ねんじゃん、もう。皮肉じゃない、ナッシー、それは皮肉じゃないね。これはまんま攻撃してるだけ。今のはちょっと、もうちょっとオブラートに包むべきだったな。あの、オフ会楽しみにしてますみたいな感じが良かったかも。なし、せいぜい。オフ会楽しみにしています。DM 来るの待ちわびてます。はい、つぶがい。散るのって人生楽しい？あのさ、つぶがい。あの、ちょっと待って、ちょっと待って、つぶがい、あの、趣旨、これ悪口企画選手権じゃないよ、これ。悪口選手権じゃない。あの、ナイフをそのままで喉元に突き刺すしてる、それ。はい、うん。参加勢の皆さん、毎晩遅くまで参加企画しててすごいですね。私はそんな遅くまで生きて、あの、起きてられないです。皆さんほど面白いネタが思いつきません。まあまあいいね。エニー。暇人さん、アストロニアの裏作業頑張ってて偉いね。ちょっと待って、アストロニアあいつやってるアストロニアに走り回ってる、今俺今さ、裏でアストロニア俺サバだけつけてんだけど、ちょっと見せるみんなに。ほら、見て。こいつはやってる。暇人走り回ってた、今こいつ。こいつ走り回ってた。裏作業してる、なんか。炭素持ってた、今、こいつ、今。アストロニアは他チャンネルを、ご覧ください。はい。タコマさん66。偉い想像力が豊かですね、タダシャガさん。存在しない敵と戦い続けるなんて私にはできませんわ。座布団、これは座布団だ。座布団。敵はいるが。すごい。この、クレルちゃん、最近と言わず活動直後からになりますが、かなりお忙しいみたいですね。私でも配信したいけど、コノちゃんは配信しないの？最近コノちゃんも配信してないみたいだけど。あ、カウンター決まったわ俺。アッパー一発。続きね。特定の誰かってわけじゃないですが、マイクラ内で特に何も言わずに周りをずっとうろちょろするだけの人に、エビちゃんみたいだね。それ悪口じゃない、それ続きですよ、それ悪口そのままじゃない、そのままじゃないか。ゴリラビ。長月さん、いつも堂々としててほんま尊敬しますわ。どんな時も自分を見失わない際、真の強さ、周りの空気に流されない姿勢は現代社会に必要な力だと思いますわ。うん、空気読めないって言ってます。長月さん。あの、お辞めになられたそうです。長月さん、これも見越してたなんてすごいですね、長月さん。ゴリラビさんから長月さん言われるって見越してたんですわ。さすが、空気の読める方は違いますわ、ほんまに。次、ベノム。長月、世間一般では理系大学生はコミュ障などと言われることを考慮して、50人クラウドの VC 全盛期ではそのステレオタイプの波にしっかり乗り、お乗りになられて、一時の栄光をつかみ取った天才。あのさ、一時って言う必要あった。何、一時の栄光、体質。次、なんだすけ。ナッシーさんは誰の声にも流されずに人を愛せてすごいですね。相手の気持ちもコントロールせんとばかりの心のパワーには驚かされます。障害が多ければ多いほどそれを乗り越えた時の愛って強くなるんですよね。今後も誰の非難にも負けないで自分の行動が正しいと自信を持って強く人を愛してくださいね。いいこと言うじゃん。ナッシー褒められたと思ってます。MS。のじゃじゃ、いつも学生料金じゃなくて大人料金払ってるの偉いね。それマジで辛い。次、イリンさん、いつも SDGs に配慮した飯食ってて偉いですね。イリンさんの飯はこちらです。まあね、持続可能性大事だからね。次、メタモ。
メタモさん、メタモさん、この時間が皮肉ですか、もしかして。この時間も込み込み。まあメタボさん、ゆったりと時間に追われない生活してはりますわ。ほんまよく考えてはりますな。やべ、俺の方言が出ちゃう、これやると。方言に引っ張られるんよ、俺。この関西弁喋ると方言に引っ張られて関西弁じゃなくなる、どんどん。ええですね。ごめんなさい、友達と LINE しました。ね、これ皮肉、これこれ皮肉だろ、これ。行く。アルゴン、ノリくん、3方も大学も行かずにバロをやり続けて4000時間超えて張ってんのに、ご友人とフルパでするためか、ブロンズ1にいるの、偉い自己犠牲精神ですね。すごい、400時間。すごいな。まだブロンズにいるのか、みんなのために。すごいね。はい、リケモン、アルゴンくんは自分で様々な類人猿と一緒に学問を収めておる。類人猿？見るためで1コミを取ることも得意。その上、初期の300人クラウドで私に向かって、ボーマンダが現れたとか、アルゴンの目の前は真っ暗になったとか、可愛らしいテルチャットを送ってくださるセンスを持ち合わせることは私はとても尊敬してますわ。なるほどな。可愛らしいセンスだな。はい。たわけ。2つあります。クンさん、ヒマジンさん、最近ロル上手になられたんですよ。あっはっは。そうなんだ。上手になったんや。あれだね。京都の人が隣のあの子供のピアノの音がうるさいっていう時に、ピアノ上手くなりましたねっていうらしい。ヘルスカとか理解できないんじゃない？これ有名な京都の言葉。ピアノ上手くなったねっていうのはうるさいってこと。前に教えてもらった。およく知ってはりますな。はい、次どうぞ、たわけ。参加者全般、芸術家とか向いてらっしゃる方多いですね。芸術家心理テストで芸術家向きですって言われるやつね。あなたは、クリエイター向きです。要するに社会不適合者って言いたいだけ、あれ。ディディ、ノリ君、苦手な FPS にも真摯に向き合って偉いね。簡単にできることじゃないよ。長月。3人いきます。おお！ヒマジンさん。別ゲーでの出演回数が多い分、マイクラの参加率を調整してるのさすがです。なるほどね。はいはいはい。他は？ヤチさんはとても聞き取りやすい声をしていますね。すでに仕事をお辞めになられたみたいですし、次の職場として工事現場などで伝令役を担われてはいかがでしょうか。現場で拡声器を忘れた場合にも問題なく活躍できそうです。すごいな。長月やるな。なかなかやるな。考えてみる。聞いてないね、これ。デポン君、本当に頭がいいですね。動画外での議論で時折見かける指摘は的を射たものですし、日本最高峰の大学に通われているのも納得です。せっかくならば、その聡明さを日常生活の中でも生かされてほしいものです。なんか、ゴドンっぽい、なんか。その最後のせっかくならば、その聡明さをってる、なんか、ゴドンっぽい、なんか。なんか、すごいゴドンイズム感じる。クソリフに対応するゴドン。次。コロラビット。MS さんはいつも自分に嘘をつかない姿勢で尊敬に値しますわ。私なんかは人の目ばっかり気になって、とてもそんな風にはできませんわ。恥知らずって言ってます。来たね。ついに並んだが、ヒマジンくん。ええです。ヒマジンさん、最近始めたのに、ロル大変お上手やな。ゼリも運営に気に入られてますね。やっぱ、本物は違いますわ。やっぱこうやって、偽物に並ばせて自分は何もせんと指摘するだけっていうのが、やっぱ貫禄ありますわ、ほんまに。後ろで見てはるの、さすがと思いますわ。方言引っ張られます。MS。デポンさん、オナニーするとき、紙しか使って、うまい！うまい！座布団一枚！うまい！なるほどね。VTuber、ティッシュ、紙。これはうまい！一枚！座布団です。カエル。ヒマジンさん、VCR 撮影だととても元気がよろしい。だけど、マイクラ撮影となると急に静かで、なんか体に何かあったか心配で、でも、後の面言配信で安否確認できて、とても安心してます。確かに、面言配信、なんかすごい、安否確認できるよね。なんか大丈夫かなーって、マイクラで元気なかったんじゃないかなー。あ、面言配信しとったよかったわーって。はい、のじゃじゃ。6人ぐらいでスポッチャーって時、俺だけ大人料金で、ベノムさん28歳でも学生料金でいいですね。ナイスナイス本当にやめろ。イリン、アローネ君久しぶり、元気してた？これが皮肉。はい、トーマス。くんさん、いつも人の話を聞くとき、固定された画面なら寂しいの、いろんな角度から撮影してて偉いです。でしょ？いろんな角度から撮影して、いろんなこう、スクショを撮りやすいようにしてる。止まれ。やち。やち、皮肉言えるの？くんさん、5年以上前から頑張ってて、すごいですよね。何年も同じゲームを続けるなんて、普通ならできませんよ。次。皆さん、いい歳で性が盛る若い時期なのに、女性と関係も作らず、自分のしたいことにまっすぐで、毎日50人クラウド参加してるの、ほんとすごいですわ。解禁、こんな頭良かったわ。確かに。確かに、カイキング、なんかやたら、なんか頭良かったね。はい、以上です。みんな、褒め合って良かったね、褒め合う企画で。いやー、皆さん、人を褒めるのうまいですね。ホクホクした
聞いてないね。はい、ということでジジイです。ネットにはびこる実況者、嫉妬でディスる俺師匠じゃん。皆さん最近参加できなくてすいません。リアルがあるってことだな。皆さん最近参加できなくてすいません。いつもお前リアルじゃないだろ。アローネってさ、知りたいんだけどさ、なんか随分なんかテスト期間長いんだね。なんかすごいテストいっぱいあって大変だね。いやいや、あの来られへんから。勉強熱心でええですね、ほんまに。日本の学生システム大変ですね。ヘルスカにさ、俺あれ教えたいんだよね、今度。日本語苦手外国人日本語あるじゃん。あれ教えたいんだよね。私日本語わかりませんみたいな感じのやつとか。ヘルスカそれ使ってきたらクソうざいと思うんだよね。あのさ、たまにさ、なんか、あの、語尾あるとかにしてほしくない？あの、中国人が喋る日本語の、絶対使わないじゃん。そうあるとか言わないじゃん。あれやってほしいよね。ヘルスカ急に言い出すみたいな。クソうざくない？なんか。日本語ちょっとできまするよ。うざ。それめっちゃ面白い。はい。ということで、ジジ。ほんま、坊さん、あの、毎回 GG って打ってくださって、助かりますわ。そうそう。なんか大喜利にはちょっと参加できないけど、G だけはなんか動かしてくれてて。助かりますわ、ほんまに。新しいの買った方がええんちゃいます？はひ。やばい、この企画。全部皮肉に聞こえる。アローネさん、せっかく話振られたのに、ヘルスカに出番譲るなんて親切ですね。確かに。せっかく、アローネが今、ね、会話持ってたのに、なんか、こう、ヘルスカに譲ってあげるっていうのすごいよね。すごい勉強頑張ってる割に、ちゃった今まで通りですね。国語はカリキュラムにないんですか？えぐっそれ。ごどんっぽい。みんな落ち葉よいしょして来たくないって。いや、まあ別に。落ち葉さんすごい。落ち葉さんすごい。よろしおすな。くんさんをミルダム配信で元気な声聞かせてもろて。ぎょうさん嬉しいですわ。昔のファニコン配信の雰囲気あって、あの頃のキッズたちも喜んでるんちゃいますか？ファニコンな、動かしてないね。なんか最近。あ、そうですね。ちょっと動かしますね、ちょっと。はい。聞いたなぁ。終わろ。じじ。